今週のゲストはシンガーソングライター加藤時子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします加藤さんお久しぶりですそうですね,ね2008年に出演いただいているので11年ぶりとなりますけども、はい えー、今年歌手活動55周年を迎えられています、えー、おめでとうございます。<laughs> 55周年。55年目にねこの10月から入ったんです。まああの半世紀以上精力的に活動されてきて<う>振り返ってみて、うん、あの歌手をやめたいと思ったことなんてあるんですかね。うん もううすすごく思ってましたよ最初の頃えそうですか <laughs> やっぱりあのデビューした時は世間知らずのお嬢さんがあの、まあ、シャンソン歌おうと思ってデビューしたら、はい、世の中は演歌時代だったので誰、はい、もシャンソンレコーディングするなんて言ってくれなくて、はい、それであの歌謡曲をずっと歌って頑張ってね、はい、あの演歌も自節っていうもう何でもやるわっていう気持ちになって頑張りましたねでもそのすごいトンネル掘ってるような感じでしたよ私としては。 全く知らない社会に入っちゃって、あの悪戦苦闘だった。でも、あれはもう本当に冒険旅行だったと思います。でも、あの日本のね。あの音楽シーンもすごく変わりましたから、面白い55年だったと思いますね。うん。でもでもあれですか？デビューした時って確か新宿屋なんかで歌声喫茶じゃないけど、一般の方が合唱してた。時代あったけど、それ嫌いだったんだけど、ね。<laughs> <laughs> それであのキャンペーンでね「はい、赤い風船なんかあの歌,<あ>歌に、はい、行ってください」とか言われて、はい、あ,のあのおっさんたちがおっさんじゃないんだけどね私同世代だったかと思うんだけどちょっとあれ的なことは好きじゃなかったの。でもね、うん、あのやっぱりあの歌声運動っていうのは高校時代に学校学園の中にありました、はあ、ロシア民謡なんかよく歌っててね。はいはい、でも私ははちょっとロシアミューについては ちょっとランクが違うじゃない、うん、うちの家は、ね、ロシア人が働いててそれでもう中学の頃からそれを聞いて育ってたから、はい、そのギャップみたいなものはちょっとね感じながらね、はい、あの見てたんですけど今年3月に発売された6枚組ベストアルバム「あなたに捧げる歌には「 レパートリーの中から厳選された107曲を収録されてますけどもまああの皆さんも知ってる「一人寝の子守」ったとこ知床、うん、旅行なんかあるんですけども、えー、と最近話題になった「100万本のバラ <laughs>」この話をちょっとカー出していただけますか。リチウムイオンのノーベル賞受賞された吉野さんが、はい、あの研究の成功の確率は100万分の1のバラだって、ね、言ってくださって。もう 会いにいって抱きつきたくなりますけどね。そうですよね。<laughs> まあろうそくの科学があんなことになってますから、この百万本のバラは大変なことになるかとは思うんですけど、はい、この原曲はラトビアの歌謡曲なんですか。はい。いやコモリュだったんですよ。あコモリュなんですか。はいはい、だからねあのいろんな意味で言うとねあの私六十八年ね六十八年にあの ラトトビアに行ってるんですよコンサートああそうなんですか、はい、でそのころはあのプラハの春の年だから、はい、ものすごく反則感情の強い頃で、はい、その時にあのモスクワ経由で、はい、あの容疑者に乗って、はい、エストニアラトビア、はい、リトアニアっていう国に初めて生まれて初めての海外旅行をしたんだけど、はい、でそのラトビアで、はい、あの100万本のバラっていうのができてそしてちょうどそれを作ったコモリターを作った人は68年の時に学生であの、はい やっぱプラハの春を支持したことによって学校を追放されてそれでずっとそんな風だった人がそのこの曲の生みの親ですでも実際には「百万本のバラ」っていう歌詞になって夜中に出ていった「百万本のバラ」にかけましょうか <laughs> じゃあそのえお話の勢いであの今本当に私の代表曲になりましたね。 もうその頃から加藤さんはお酒飲んでたと思うんですけどやっぱりジョージアとかああいうのはやっぱりワインうまいです,かすごいわよいいとこつくわね <laughs> あのね7都市でコンサートして40日ぐらい滞在して、はい、最後がねジョージアだったの。 紅茶を飲むグラスにね、コニャックダダダダって,ついてすごいなそれ、乾杯ってなったわけよ。だから私はさ、あの一人受けてたってあ,<ー>あの乾杯したのよ。<laughs> はい、紅茶のグラスよ。そしたらね、もうそこから人気もなりましたけども、コンサートもすでに終わってるからさ、はい、<laughs> そういうようなことはありましたね。<ー>ーロハーストーク 加藤さんの年末恒例となっているツアー、はい、ほろ酔いコンサートが11月16日の佐川を皮切りに全国8都市であります東京公演は12月28、29日の2日間ヒューリックホール東京となりますけどこのヒューリックホール東京っていうのはあれですかあの,の昔の日劇の場所に立った、はい、あのマリオンのビールですね、はい、そこの11階の、はい ちょっと前まで映画館だったんですけど、はい、今あのホールになってやっとその私の有楽町の劇ミー,ジホールの空間に近でもころよいコンサートって普通はあれですよねコンサート会場で酒飲むと怒られますよね。 怒られ、いいかだから、あの、限られてるわけよね。<laughs> ホロエコンサートができる場所っていうのは。<laughs> そうですよね。許可してもらえないといけないからね。あ、あれですか、お客さんも飲んじゃっていいんですか?。そ,そうです。そうです。それ、それが原則。あの、ホロエコンサートの醍醐味は、入り口で、うん、あの、樽酒が必ず振る舞われるっていう、うんうん。じゃあ、あれですかコンサート始まる前から飲んで。そうで,すそうです。そうです。へえ。 それで私がステージで一杯飲む頃みんな「足りない」とか言ってね、えー、<laughs> そういうわけにはいかないんだけどさそ,<う>あのそっからあとは私だけはステージの上で飲んで。でもあのまあ我々の世代はね本当によくの飲みました,飲みましたよね。今若い人はあんまり飲まないっていうんですけど。 「行ってあら」とか言ってあの「一生日なんかないの?」なんて言ったら「あのはい僕たち車ですから」とかって言われて「<ー>今の学生さんは何なんだ?」って言って「朝まで飲むじゃないの?」なんて言って言ったことありましたけどね「朝まで飲む」で思い出すのはあの68年頃にね、はい、よくあのやっぱりあうちはあのロシア料理店だったから、はい、そスンガリの常連さんっていう中には、はい、あのテレビのプロデューサーがいたり。うん いいろろして結構勉強になったんですね、うん、でその一人があのメリー・ホッキンが「悲しき天使」っていう曲をねあの英語でまだ日本で発売する前にあのフランスで買ってきたんだ大ヒットしてるぜってそれをうちに持ってきてあのドヤドヤと真夜中にね酔っ払いたちがこれを時に聴かせるべきだってって訪ねてきた日が1968年の「 11月6日なのよその,その日は藤本が夫が10.21の防衛庁突入の後の指名手配中でうち、はい、にちょっとかくまっていたん,たんでなるほどそれで11月7日にその首相官邸突入っていうのが決まってて、はいうん、もう彼は絶対にそこで捕まるわけだから、うん、ちょっとそのなんていうのかこうしっとりとお別れをしていたっていう、うん、そこにその悲しき天使を。 っ持ってきたあの人がいて一晩中聞いたんですよこの歌をそれで私はあのあそういう思い出の曲なんです、ねうん、そういう思い出の曲でねであのだからといってすぐに日本語にして歌ったりはしなかったのあまりにも強烈だったのでね、はい、これもともとロシアの歌だったんですよですロシアのね革命の後ぐらいに。うん あの亡命ロシア人が歌歌った歌ですねだから私はアバンギャルドの芸術家たちがねスターリンの迫害でだんだんこうヨーロッパに亡命していくようになってその頃に作られてイギリスの亡命者たちの間で歌われてそれをポール・マッカートニーがメル・ホップキンに英語で歌わせてるっていうだから私はロシアのもともとのアバンギャルドの芸術家たちが歌っていたシーンとして今の今。 ステージで欠かさずのように歌ってるんですけどね加藤さんは千葉県鴨川市にあります鴨川自然王国の理事でもいらっしゃいます、えー、ここは亡くなれたご主人の藤本さんが設立されてもう何年ですかねえっとね80年の半ばぐらいから40年弱ぐらいもう、うん、早それで 今年ね、はい、あの台風の15号で千葉が大変だった時にここの集落は私に最初入った時あの私たち入った時全部茅葺きだった茅葺、うん、きの21軒の小集落だ、ね、あそ,そうだったんですか、はい、山奥で,、うん、でそれが、ね、ある時ふっと見たら全部トタンになってた。<ー>でその今回茅葺きの上に張ったトタンがほとんどれあの飛んだんです。飛んで それが、ね、かやぶきがね全部むき出しになったわけ。はあ、えあかやぶきの上にトタン,上にトタンをけけてるわじゃあ大丈夫だったんところがねそれで私はなんかいい風景になったじゃんと思っていたら、はい、屋根のてっぺんのところをぐさっと切って、うん、軒のところをぐさっと切って、うん、少しもう面倒くさい部分だけ残してるから、うん、肝心の部分がないかやぶきになってるんでそれを戻すのは もううほとんど無理だろつまり職人ががいいいなないのとだけどいや何とも言えないですよ茅、はい、茅が全部むき出しになりましたうちの,<ー>あのまあうちに住んではいなかったんだけどみんなで共有してる荒き屋根の家もあったんだけどね、うんまあ、あとハウスね、うん、ハウス栽培なんかしてた農家の人たちいちごとかあの花とか、はい、あの果物関係ですね、はい、全滅なんですよね。 で私のうちなんかは自給,自給するための畑でちょうど稲は買った後だったんでその特にそのの明日からどうしようかってことはないんだけど跡継ぎがどうなのかって危ぶまれている農家の人なんかはもうこの次をやっていく気力はないですねうっかりすると。でも本当にあの手広くく大きく そういういハウスでね栽培してた人たちはなんとか復興しようとして頑張ってますけどねなるほどものすごくお金がかかるのねそれで私のところのそのすごい集落何軒何件かね56軒吹っ飛んじゃったんだけどあのすごい一番立派な茅葺きの家がどうなったかと思ったら、うん、もうねそこのうちは住んでないんですね。うん 住んでなないいと補助も出ない、うんで「どうするんですか?」って言ったらそんなこ「そんな家のために一銭も出せないから朽ちるを待つって言うんですよ、うん、でも本当に悲しいから、うん、あのいっそねこの集落を頑張ってみんなで茅吹きにはできないかもしれないけど途端、うん、ンぐらいを張って、うん、あの集落の古民家を戻して、うん、みんなでねあの玄関集落だけれどもその15軒ぐらいの人が、うん、ここをまた新しい里としてね復興して こうしたっていうような、うん、そう今に、今に向かって今、行こうとしてる。いいですね。まあ、あの、改めて鴨川自然王国で提唱していることを教えていただけますか。自由ですね、自由。<ー>それで、いわゆるね、あの、うん、オーガニックとか。はい、あの、その、えー、菜食主義とかね、今いうお肉は食べないとか、はい、そういう。何にもないんです、モラルに。はい 自由になれるためにここに来るっていうのが、はい、の自然王国の、ね、モットーなんで、はい、皆さんあの安心して遊びに来てくださいっていうような場所なんですけど、はいまあ。新しい農業ということで「まあ、レボリューション」ですかね、うん、あの聞かせていただく曲は。そうですねあのこの台風のこともありましたし日本全国やっぱりあの古い日本があの見えて できている部分もあるんですよね。あのハザードマップが全部明らかになったり、はい、ここに昔は街は本当はなかったんだけどとか、うん、いろんなことが分かってきたりね。まあ、その意味ではあのもう一回こう,こう大きな意味でレボルシュンが起こってるような気がするんですね。私たちがこう頭の中で考えるレボルシュンにはるかこう深い力であの何か突きつけられてるかなと思います。 あの加藤さんこの間僕ニュースでですねあの福島で被災された方の詩に加藤さんが曲をつけたっていうニュースを聞いたんですけどああああいいうことって時々あるんですすかはいあのー、ありますあのー、割とありますけども特にあの福島の,、はい、あの若松正太郎さんっていう方が南相馬におられて、はいはい、その方の詩に曲をつけたこともありましたし和合良一さんっていう、あのーはい、方が作られた まあそれはあの曲を作られた方があって私も歌わせていただいていることもありますし今回はあの特にね福島からあの被災地に住んでた人たちが6年で一応その援助が切られちゃうとで8年目になってますのでもうすでに援助を切られてる人たちが借り上げ住宅というのかいろんな状況があると思うんだけど、はい。はい 家賃を払わないといととうことで訴訴さされれててるるんでですねね、うん、ひどいね福島県にも絶対に戻れない人たちがこれだけいることがはっきりしてるのにすごくひどいなっていうことで、うん、それで8年で、うん、あ6年で終わるということ自体が理屈がないしでもチェノブイリのことを考えてもこのことはあのソ連の時代だったのに町<れ>をちゃんと作りましたからね、はいはい、避難者のために。うん ソ連ではベラルーシでももういろんな手厚いことをしている、はい、でも日本は偉そうに言ってるのにねそれでその,あの原告になった人が出した詩集があってこれがね、はい、胸をつくようなある種ユーモアのあるね東北弁で語られた詩集なんで、うん、その中に一曲「歩いても歩いても」っていう曲をあの作曲しました。はあ、11月の8日に 山形の南陽市っていうところで支援のコンサートが、はい、チャリティーコンサートがありましてその時に発表したんですねでもこのことはこれで終わるわけじゃないので、まあ、ぜひ皆さんにあのいずれ東京でも聞いていただく機会をね作りたいとは思います、まああの。今回加藤さんと久しぶりに会ってですね 相変わらずやっぱりこう戦っていうかね何にも戦ってただプラプラしてるだけ <laughs> まあ酒も飲んでるけど、ね、いやプラプラ酒を飲んでるうちにいろんな人と会うし、はい、あ,のありがたいことだなと思うのはねそのあの出会いっていうのが、はい、こうどんどん向こうからいろんな方が会いに来てくださるし声をかけてくださるしあの本当にあのじゅ、まあ、大事にしていきたいと思いますね。うん まあ、あの、加藤さんが歌ってらっしゃる愛の参加は、多くの歌詞もカバーされてますけど。うんうん、加藤さんのこだわりとていうのは、どこなにあるんでしょうか。これはね、あのエディットピアフが、自分で詩を書いているということが。あ、そうなんですか、はい。とても大きなことで。<ー>で、このエディットピアフが。 この詩を書いてで歌った頃に恋人が事故で亡くなるんですよね。うんはい、でそれまではこの歌はそんなにピアフにとっての決定的な曲じゃなかったんだけど、どそこから彼女が歌い出した。で私はそのピアフの詩をほとんどそのままに役をして歌ってます。はい、あのだけどやっぱり皆さんがポピュラーにご存知な詩は違うからちょっと遠慮してるところがあったんですけど、これはあの恋人が死んで そして自分は残されてしまう。うん、でもそこから永遠の時間が始まったという,ふうに歌ってるんですね。うんうん、でそれをああって思ったのはあの私の夫が他界した後に、うん、この歌をしばらくちょっとどう歌えなくなっちゃって、うん、思い切ってあのこれを歌う歌うっていう決心をした時にわかったんですね。うん、それから大事に歌ってます。もうその二千六年ぐらいから私の歌になりました。もうこれはエリットピアフの歌だけど。 そこからはあの私のお守りみたいな感じになってますね。まあこのあれですか愛の参加は、えー、もちろんほろ酔いコンサートでも歌われる。はいま,はい、まあぜひあの、えー、リスナーの方もよろしかったら年末、はい、あのユーロの。 えー、ヒューリックホールに来ていただいて。はい、もうぜひいらしてください。はい、いやー、こんな、あの、一つ一つの歌に、こういうだけ思い出を聞かされて。今日は本当に大変贅沢な、<laughs> あの、お話を聞かせていただいて、どうもありがとうございました。ジェイウェイ。ノーハースト。